安倍健一8月28日から1983年7月26日は日本の経済学者、ジャーナリスト。第8代は聖田大学総長。徳島県伊野郡軍大仙村、大矢坂三宅村生まれ。1903年から1908年までの5年間を同志社普通学校で学ぶ。同窓には湯浅八郎がいた。同志社を出た後、 早稲田大学大学部政治経済学科に進学。1912年同学科を主席卒業。同年専門学校令により設立された同志社大学に講師として赴任し、さらに1916年から2年間アメリカに留学する。1922年、田中穂住に壊れて早稲田大学に移籍。1935年まで政治経済学部で教鞭を取る。 その一方で、ジャーナリストとしても活躍。学府、徳富祖法が主催する、国民新聞記者、東京日日新聞論説委員、主筆などを歴任した。戦後公職追放となり、追放解除後は、早稲田大学に復帰。1951年から1961年まで、講師、常任理事、評議員会会長。百六十六年五月には、 総長代行として、再び復帰、同年9月総長就任。大学紛争の解決に、粉骨再審し、機動隊の手に委ねることなく封鎖解除を成し遂げる、ことに成功した。1971年4月、君一等随法省受賞。1983年7月26日、老衰のため死去。去年92歳。9月8日、大熊行動で、 追悼式が行われる。妻は、徳富祖宝の三女の久子。ありがとうございます。